エヴァン・パーカーは、フリージャズを演奏するイギリスのサクソフォーン奏者である。パーカーは、多くの共演者と一緒に録音及び演奏を行い、ヨーロッパのフリージャズとフリーインプロビゼーションの発展において、極めて重要な人物であった。彼は、一連の特殊奏法を実質的に開発した、先駆者でもある。評論家のロン・ウィンは、パーカーを、ヨーロッパで、最も革新的で、興味をそそるサックス奏者の中でも、彼のソロサックス作品は、煩わしい音を鳴らすためのものではありませんでしたと説明している。パーカーの最初のインスピレーションは、ポール・デスモンドであり、近年では、クールジャズのサクソフォン奏者からの影響が彼の音楽に再び現れた。タイム・ウィル・テル及び、シカゴ・ソロには、ウォーン・マッシュとリー・コニッツへのオマージュがある。しかしながら、パーカーはその後の仕事でよく知られており、アメリカのアバンギャルドであるジョン・コルトレーン、ファラオ・サンダース、アルバート・アイラーなどを急速に吸収し、即座に識別可能な独自のスタイルを作り上げた。1960年代と1970年代の彼の音楽には、有形のメロディを含むものではなく、音像としてひらひらと渦巻くようなラインが含まれている。スティーブ・レイシーのより過激な1970年代の録音だったり、アソシエーション・フォー・ザ・アドバンスメント・オブ・クリエイティブ・ミュージシャンズメンバーの作品を思い起こさせるような方法で、純粋なサウンドを時として使用することもある。彼は、速い高調波のレイヤーと調子外れの音を重ねて、密な対位法の連なりを作成する方法を開発し始めた。これらは、プラスチック製のリードを使用し、循環呼吸でサックスから床に滴り落ちる血を見つけるほどに強烈で急速な舌の実験を含んでいた。彼はまたビッグバンドであるブラザーフット・オブ・ブレスのメンバーにもなった。パーカーはまたエレクトロニクスに興味を持ち始めるようになる。通常はフィル・ワックスマン、ウォルター・プラティ、ジョエル・ライアン、ローレンス・キャサリー、マシュー・ライトなどの協力者を招いて電子的に演奏を処理し、フィードバックループを作成し、サウンドスケープを変化させるものだった。パーカーはソロ、またはグループリーダーとして多数のアルバムをレコーディングしており、ペーター・ブロッツマン、マイケル・ナイマン、ジョン・スティーブンス、デレク・ベイリー、キース・ロー、ジョー・マクフィー、アンソニー・ブラクストン、セシル・テイラー、ジョン・ゾーン、フレッド・フリス、ビル・ラズウェル、イクエ、モリ、サーストン・ムーア、シロ・バプティスタ、ミルフォード・グレーブス、ジョージ・ルイス、ティム・バーン、マーク・ドレッサー、デーブ・ホランド、シルビー・クルボアジェ、その他体制と録音、または演奏を行った。活動の中心となる2つのグループは、パーカーとドラマーのパウル・ローフェンスを含む、ピアニストのアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハが率いるトリオと、ベーシストのバリー・ガイ、ドラマーのポール・リットンとのトリオであった。パーカーの50歳の誕生日に、これら2つのバンドは、ロンドンにおけるコンサートにて、セットで演奏した。その模様は、アルバム、50th Birthday Concertとして、レオレコーズから発表された。パーカー、ベイリー、ドラマーのトニー・オークスレイは、1970年に、インカスレコーズを設立した。このレーベルは、1980年代初頭に、パーカーとオークスレイが抜けた後、ベイリー一人による管理下にあった。現在、パーカーはマーティン・デイビッドソンのEmanem Recordsを通じて発表されているPsi Recordsをキュレーションしている。パーカーが自身の音楽の中心として焦点を当ててきたのはフリーインプロビゼーションだが、チャーリー・ワッツのビッグバンドやケニー・ホイーラーのアンサンブルなど従来のジャズの文脈にあるグループにも参加しており、ギャビン・ブライアーズによるアフター・ザ・レクイエムのレコーディングに参加し、サクソフォーンカルテットの一員としてその中のアルリク・アイオワ2を演奏した。パーカーは近頃ではデビッド・シルビアンのリリースしたアルバムマナフォンとライド・イン・ザ・ウール・マナフォン・バリエーションズに貢献している。彼はまたポップミュージックの文脈にあるグループにも参加してきた。スコット・ウォーカーのアルバムクライメート・オブ・ハンターや、ジャー・オブ・ルとのダブのアルバムに、冒険的なドラムンベースのデュオである、スプリング・ヒール・ジャック、そして、ロックグループのスピリチュアライズドに参加している。彼はビッグ・リーブスとワンダースタッフによる英国No.1ヒット曲ディジーの B サイドに参加し、ミスター・ソングライターでサックスを演奏した。サックスソロのあるところでビッグがまとめてくれ、パーカーと叫ぶのを聞くことができる。パーカーはまたロバート・ワイアットとのレコードにおいて特筆に値する参加をしている。デンマーク・オーフスで演奏する、エヴァン・パーカー・デレク・ベイリー・ハン・ベニンク・ボラー、バーグマン・ポール・ブレー、アンソニー・ブラクストン・ペーター・ブロッツマン・ギャビン・ブライヤーズ、ローレンス・キャサリー・マリリン・クリスペル・アルビン・クランピエール、ファーブル、ジョー・ギャリバン・グローブ、ユニティ・オーケストラ・バリーガイ、ロンドン・ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ・ポール、ヘインズ・トニー・ハイマス、バーニー・ブッシュ・スティーブ・レイシー・クリス・マクレガー・ロスコー、ミッチェル・ルイス・モホロ・マイケル・ナイマン・トニー・オークスレー、ジャン・フランソワ・ポーブロス・エリ、プレボ・マンフレッド・ショーフ・アレクサンダー・フォン・シュリッペン・バッハ、スポンティニアス・ミュージック・アンサンブル・スプリング・ヒール、ジャック・ジョン・スティーブンス・デビット・シルビー・アンセシル・テイラー、スタン、トレーシー・スコット・ウォーカー・チャーリー・ワッツ・ケニー・ホイーラー、ロバート・ワイアット・デーブ・ホランド。ありがとうございます。